続いてのニュースです。最近豊島区周辺で出没すると話題の無確認生命体闇闇は姿を見せないものの人々の周りで奇妙な現象を起こしているそうです。 ENS ではその実態を明かすべく池袋在住の皆さんにインタビューをしてみました。それでは早速 VTR をご覧ください。
小さな鳥一人暮ら
を愛したい怪獣